フォルクスワーゲンのゴルフです、ゴルフが姿形は今までのゴルフとあまり違ったように見えません。目つきが変わったかな、要するにヘッドライトのデザインがちょっと変わったかなぐらいで、あまり感じませんけれども、内容は大いに変わりまして、足回りの印象、それからエンジンの作り、ボディの作り、この車の幅は日本の小型車を大きくはみ出しまして、1735、日本の小型車の幅より広い車体の幅になっています。これはまあボディの作りは日本もそうなんですが、世界中が、安全に車の安全化を果たすために、ボディ剛性を上げて、しっかりしたボディを作んなきゃいけないということが加わったので、それぞれの思想とそれぞれの研究結果を、ボディの設計に打ち込みまして、フォルクスワーゲンのボディも全体的に、強度も剛性も高くなりまして、安全性を上げたと言われています。ですぐ分かるような変更点としては、まずこの車の乗り味がしなやかになりました。こんな具合ですよ。柔らかくロールをしながら、車輪だけは道路から離さないというような印象が強くなりました。車線をちょっと激しく変更してみますと、こんな風に車線変更するようになりました。フォルクスワーゲンがアメリカへ引っ越したんではないかと思うぐらい、こう柔らかい乗り味を提供するようになりました。それからフォルクスワーゲンのゴルフの今までの弱点はどんなところにあったかと言いますと、急旋回をしたような場合に、旋回をする内側の車輪を、特に後輪を宙に浮かしてしまう、四輪車が三輪車になってしまうようなところがありましたが、めったに後ろ足を路面から離すというようなことがなくなりました。エンジンは5バルブ、まあ日本では4バルブなんていうのはこの頃は一般化しましたけれども、フォルクスワーゲンの場合は、5バルブ、吸入バルブが3つ、排出バルブが2つありまして、このバルブを使うことで、吸入速度、排出速度を高めてやって、しかも中低速の場合と高速でエンジンを回転させている場合にはバルブの開け方を変えるという手法を使っています。で、シートの形も随分スポーティーな形になりまして、サイドサポートといいますが、横方向に体をこう振り回されるのを防ぐための膨らみが大きくなって、スポーツシート地味で、参りました。私は個人的にこのスポーツシート地味た高速感の高いシートは好きではないんですが、しかし、要求が多かったんでしょう。そういう風になりました。それからシート生地は、これはちょっと変わったモダンな模様が入っていますけれども、テキスタイルで織物で、この織物が日本のシートのように起毛してありません。毛羽立ててない。したがってお尻をこう走行中に30ミリやそこらは動かすことが比較的自由にできます。お尻の位置をずらして姿勢を変えられるというのはありがたいものです。ぜひこのフォルクスワーゲンのシートにも座ってみてください。こういうシートも世の中にはある。長距離のドライブをして疲れの少ないシートというのがあるんだということを認識してもらいたいと思います。車の頭上高のこのたっぷり感というのは大したもんですね。私のようにヨーロッパ人の平均よりも高い座高を持ったものが乗ってもこの通りです。拳が揺らすことができます。こういう車、いわばその合理性に徹した車というのが、あるというのはいいことですね。形はあまり変わらなくても味はだんだん良くなってくるというところ、やっぱりすごいですね。
フォルクスワーゲンのゴルフです、トルクもかなりありまして、低回転でというのは2500回転以上になりますと相当太いトルクが出るんでしょう、気持ちよく走ることができます。今上り坂で 7% ここまで来ると 7% 強という上りなんですが、どうやらギアは3速を使っているようですね。でこれから踏み込むと1まで落ちて加速をする、それから2へ、行ってから3にコンバートすると、3に移すという走り方をします。今これは2速で明らかに走ってますね。しかし、このエンジンはスムーズなエンジンで気持ちよく回りますね。それから排気音も、まあ、嫌だというような音は立てませんね。車の好きな人、それから機械が好きな人にはこの排気音は気持ちよく聞こえるかもしれません。ここら辺りで、カーブが続きますが、タイヤは前輪からスキルを始めます。前輪から鳴き始めますが、そんなにいたずらに悲鳴を上げるということはありません。ブレーキはコーナーの入り口でちょっと踏む程度、このブレーキの利き味、それから要求の動力も随分よく研究したんでしょうね。日本人の足によく合うようにできています。ハンドルの操舵力もそうです。高速道路ではやや重めに感じたんですが、このぐらいの中速域から微速の域では軽く使わせるようにできています。まあ、この頃フォルクスワーゲンも上等な車が出てきましたけれども、実に多くのドライバーに適合するように設計されたものです。しかもフォルクスワーゲンの味、それからドイツの技術を車にするとこういうもんだというような味というのを損なわないようにうまく覆面にしてあるというところが面白いところですね。燃費などのご報告をいたします。この車の1015モード、運輸省のテストモードでは1リッターあたり 9.1 キロというふうに数字が公表されております。で我々のテストは運輸省がテストをするような平坦路に弱い起伏があるというような形はありませんで、市街地のパターンが約1/3、それから高速道路が1/3、山岳路が1/3というように、乗りまして、だいたい350キロぐらい使った、総合的な燃費は1リッターあたり 8.8 キロでありました。それから騒音は時速100キロの時に高速道路のいつでも決めた場所で、計測いたしますが、そこで計測した結果、音圧は67から68デシベルぐらい、少し音圧高いなという感じでしたが、音質は、レポートしてある通り、耳障りではありませんでした。人によってはこういう音好きっていう人がいるんじゃないかなと思うような音でありました。